アーティストの幾田りら、あのが18日、都内で行われたアニメ映画、レッドデッドデーモンズデデデデデストラクション、通称、デデデデ全章公開中、公称5月24日、公開全章の公開初日記念舞台挨拶に、登壇。声の周波数が、通常よりも高い値を記録したことを告白した。本作のキャッチフレーズ、地球がクソヤバイにちなみ、クソヤバイことをフリップに記入して発表することに。イクデンは、声の周波数がクソヤバイと回答した。